キャスパーはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一席。艦名はワイオミング州キャスパーにちなむ。キャスパーは海人委任契約の元1943年10月17日にカリフォルニア州リッチモンドのカイザーカー5社で寄港する。1943年12月27日に E.J. スポルディング夫人によって浸水し、 1944年3月31日に、官庁会 J シェーバー沿岸警備隊少佐の指揮下、収益した。収益後キャスパーは、ウェスタンシーフロンティアに合流した。1944年9月30日に、サンフランシスコを出港し、シアトル沖での天候観測後11月6日に、帰還した。サンフランシスコを拠点としてキャスパーは、航空警戒。 天候観測任務に従事し、アメリカ合衆国本土と真珠湾の間で活動した。サンフランシスコで国際連合の結成会議が1945年4月25日から始まり、キャスパーはファラーロン諸島から2度の警戒巡守を行った。キャスパーは1946年4月4日にサンフランシスコを出港、サウスカロライナ州チャールストンに向かい、 同地で1946年5月16日に退役した。その後1947年5月20日に売却された。ありがとうございます。